話しかけないで。人形見になってるな。私今死んでるんだから。お兄ちゃん、これ倒したんじゃなかったのか。お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私は、うん、女の子。じゃあ遊ぼう。また人形か。これがあなたの人形見。はい、じゃあ前回の続きから。五の雫迷いが、主人公変わって宝生蓮ですね。宝生なんだね。宝生蓮なんだね。弔い写真の調査をきっかけに日の神山に移り住んだ民族学者の存在を知った蓮と類。民族学者は渡来刑事。彼の残した文献に手がかりがあるかもしれない。二人は調査を進める中で民族学者の家の存在につながると思われる一本のビデオテープにたどり着く。行こう。ユーリが見たというモモスさんが閉じ込められていた黒い箱、山の過去が関係しているのか。民族学者渡来刑事、彼の書物を調べれば何かわかるかもしれない。ん？どこにあんの？これか。何のビデオテープよ。前に来た時はなかったと思うんだけど。女の人の声だな。お邪魔します。中に入ってみたいと思います。住んでいないようです。怖え。よくこんなとこ入るよね。黒電話だ。ドラーもう怖いから触りません。階段を上がってみたいと思います。2階に着きました。なんかいるやん。え、なんで？いたよね。見えなかった？本がいっぱいあります。
何もう。こんな本です。難しそう。能天気だよね。登ります。オッケー。はい。こんな風になってます。ほらいる。もう本当に。7ページもある。廃旅館で見つけた日記にあった日の神山に住んでいた民族学者ですが、オカルト系の本に名前などの情報がありました。渡来刑事は日の神山信仰と呼ばれる謎に取りつかれ、山中に家を建て住んでいたようです。それは書いてあったね。行方不明となるのですが、噂がささからやかれるようになります。事故などにあったわけではなく、山の禁忌に触れその家ごと隠されてしまった。ああ、神隠しか。その噂は日の神山の迷いがと言われる都市伝説となっている。真意の度は不明ですが、迷いがに迷い込んだ人が残したビデオテープというものがあるとのことで調べました。オカルト系では有名なビデオのようです。出版社に問い合わせたところ返答がありました。お探しのビデオは廃盤になっておりますが、わずかながら、在庫がございます。このビデオを販売したところ、反響が大きく、様々な問い合わせをいただきました。撮影者、投稿者は不明で、日の神山の川の近くで見つかったものです。水に濡れて再生できない箇所が多く、再生できる箇所を編集しております。ビデオのマスターは警察に押収されました。警察による山中の捜索もなされましたが、撮影者も現場となるこの家も発見することはできなかったのとのことです。なお現在、知らずの森は侵入禁止区域となっておりますので、むやみに立ち入らぬようお願いします。冒頭に映っているのは山の中腹にある片代神社ではないかと思われます。次に一瞬映る洞窟については詳しくは分かっていません。たどり着いた家には大量の礎石があることから、この家は民族学者渡来刑事が住んでいた家である可能性は高いと思います。ああ、この人行方不明になったのか、ビデオの撮影してた人も。神隠しの、で、襲ってきたのが、あれだね。取る。渡来刑事が。北条です。最近連絡がつかないから。ああ、行方不明になってた人ね。あの黒電話じゃん。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。結婚？お前が？ああ、ずいぶん急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から。やばいやついるな。よし、行くか。片代神社から洞窟、ユーリが通った道と同じかもしれない。
来た。榊さん、一緒に弔い写真を探していた方ですよね。行方が分からなくなった。早いな足が。生きていることが分かってほっとしました。やっぱ入るんか。人形なくなってんだよね。そしたらさ、あれ閉ざされてるじゃん。あれ、やめとけって、やめとけって。いや、またいるじゃん。あ、しかも人形が。話しかけないで。人形になってる。私今死んでるんだから。お兄ちゃん、これ倒したんじゃなかったのか。お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私はん、女の子。じゃあ遊ぼう。また人形か。これがあなたの人形見。いえ、あなた自身が人形見になるの。いなくなった。こっから一人か。まあデータが重くなるからな、一人で行動しないとな。なるべく。みんなもう。今度の遊び、あなたがちぎるお相手を探すんだって。あ、そうか、ユーコンってやつか。やっぱ女の子だったのかな、ルイって。なんもないね。で、ここもう行けるんじゃないかしら。あ、まだなんだ。ではこの下の階段は、あ、通れるんだね。こっちへ行くべきか。反対側が行けないから多分ここは開くなあ。さあ困った。どっちに行ったのか分かんないんだよね。だよ言うてる。こっちか。左から聞こえるな。
こか。外かな。ここ外行くんだっけ。ああ、ここさっきのところの水場から出てくる2階か。じゃあこっちか。外。いや、外っぽいけど、あ、そういえば。そういえばここ。こっちじゃないのか。ここも絶対行くよね。ああ。捕まった。これは回復か。オッケー。って言ってたな。どっち？マジわかんねえな。これこれ手紙か。今日の夢は息苦しいものだった。夜、かがり火を手にした何人もの男たちが長い時間をかけてこの神社の本殿の地下を掘っていた。そして誰も取り出せないような地中の奥深くに黒い箱を下ろし埋めていた。箱の中にはあの死、白髪の少女が眠っている。誰かが待っているようだが私ではない。私は持っていないから。そう思った。目が覚めた時それがすごく悲しいことだったのを覚えている。人形で水のところだよね。これが反対側も一応行けた気がしたな。怖っ。これこれでも反対側はさっき通ってきたから、やっぱ神社の外なのかな。これ反対側だ。こっちだよ。やっぱこっちだよって言ってんだよな。
で、ここがさっきのひな壇があるところ。こっちは何もない。やっぱ場所はこっちで合ってんだろうな。こっちだよーの場所がわかんねえよ。こっちは何もないんだよね。こっち行くとこっちだよって言うんだよね。こっちだよ。ほら。ほら。一緒に。え、この中だよ、やっぱり。あったあったあった。あっぶね。何？これを終わらして次へ行くのかな。やっぱ左から声が聞こえる。あったあったあった。誰？この奥に消えてったよね。でも別に何もない。またこの辺になんかあるんじゃないの？ないね。あ、ここはさっきの入り口。じゃあもうここまでは大丈夫か。ここまでは大丈夫で、こっから先の水場で。なんかない？なさそうだね。いやー、お、びっくりした。ああ、間に合わんかった。もうなんかこれ、ちょっとエロいゲームかと思ったら、普通に怖いよね。で、どっちへ向かえばいいんだ、これ。大丈夫？ここで合ってる？あ、こっちからやっぱ聞こえるな。もしかしてこれの中か？
あった。いや。ここか。逃げてった。お、新しいノートだ。で、さっきの水場に行かなきゃいけないのか。ルイの手帳が落ちていた。先生はおかしくなってしまった。心がここにないみたい。あの写真を見た時からだ。いつもは物臭なのに積極的に写真の後を追っている。先生についていかなくては。どこにも行ってしまわないように。もし私がいなくなったらこんなに探してくれるのだろうか。場所ないから、あっちだね。ここ？ここなんもないよ。逃げていく子供。まあとりあえずひな壇のところに戻ればいいんだね。こっちだっけ？敵だ。何？危ねえ。どこ？これなら。オッケー。回避できた？できなかった。何これ、どうでもいいんだ。やばい。まだか。回避できる？できない。どこ行った？
ないんだよね。水の中か。ここなら分かりやすい。こっち。右行った。あぶね。どこ。もう一回。中入ろう。戦いづらいここは。どっちか。来た。これでも暗い。触れれる？あ、あそこじゃんこれ。滝の下。どういう意味？なんかわからんから行こう。なんか扉が今開けっぱなしだったな。いた。見つかった。君はもしかして。どうして持ってきてないの？私のヨスカ。あ、ヨスカか。ようやくしまったの。ようやく読み方が分かった。約束したのに。なんか約束してたんだろうね。いきなり敵が出てきたんじゃなかったっけ。先生、ずっと待っていたんです。選んでくれる相手を。私ずっと先生を待っていました。何を言ってる。やっぱ女の子。いえ、すみません。でも分かったんです。俺には分かる。あの子も待っているんです。ヨスガを持つ人を。出てもしょうがないぞ。ちょっと見てみるか。あれ？ちょっと待てよ。かすかに。お前かすかに。
れ、女の子か。ちょっと待って、お前かすかに。そう、一瞬過ぎて。待て待て、一回こっちへ行って待ち伏せよう。いや、気のせいか。あ、バカなことしてないで早く行かないと。どこ？箱が映る。開いた箱が映る場所。あれか。あ、この角度じゃない。違う。開いてるんだよね。この中に入ってる。開かないんだよ。あ、出てきた。こいつを倒してからってことか。危ね。なんだ、油断した。早いじゃねえか。危ない危ない、ギリギリだ。やっべ、アイテム、違う、アイテム、アイテム、危ねえ。回復したこれ。あ、違うじゃん。さっ、そうだ、あのやられた時に1回だけ全回復するみたいなアイテム持ってたから、それ使っちゃったんだ。もったいな。今の絶対なんとかなったよ。回避。ダメ。ダメ。そう。来た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 。はいはいはい。オッケー。右。いける？まだか。開けたわ。どこだ？どこだ？これが鍵でしょ。いやー、めっちゃボタン間違えてもったいないことしたな。先生、迷いが。あ、迷いがって迷う、家って書いて迷いがなのかな。いるんでしょうか。行こう。危ね。あ、危ねえじゃねえ。もう普通にかかってる。結構タイミングシビアなんだよな、これ。もうないね。あ、黒電話。まだ黒電話のとこは行かないぞ。でもそんな迷いそうな。あ、なんでテレビついてんの？これ電気来てんの？
まだ冷気通ってんのこれ。まだいけない。出た。どこ？ちょっと待って、走れ走れ、下だ。当たらなかった。何その動き。ちょっと待って、何その動き。全部入って、フィルムがない。回避。からの避けて。触れる？触れないか。しょうがないね。電話のとこ行くか。レン、もう遅い。榊か。俺はもう榊。榊さんですか。これは先生の見ていた写真と同じ。榊。花嫁の写真。死者。ああ遅い。ぼーっとしちゃった。じゃん普通に。気をつけろ、気をつけろよ、来るぞ。いけたいけた、ギリギリ当たらなかった。 OK。 あれ、いなくなった。触れられる？触れられない。まだいるのか。いないよね。何だったんだ今の。ここ2階もあるし、あそこは何？ここは何？何かを引きずったような。っていうか、2階かな。なんかいたね今。お、回避できるか。これは一体誰？距離詰めて。触れる？触れないんだよね。あ、これか、さっきから鳴ってたの。何かと思ってたわ。フィルム？違うな、これあれか、清めの。もう一個右側の方で鳴ってる。ちょっとうるせえからアイテム全部
入れないのか。2階。写真が読んでいる。これが渡来刑事。写真が笑ってる、微笑んでる。かなりいっちまってんな。危ねえ、回避できた。これさ、難しいのよ、回避するの。意外と。古いのと弔い写真。死後写真はカメラの伝播とともに、西洋から伝わったものだ。それはまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を残し、遺族の悲しみを慰めるというものだ。日本に残されている守護写真は西洋のもと行為としては同じだが、その意味添えは違うように思う。特にこの日の神山一帯に残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさは特別なものを感じる。これらの写真は科学者麻生邦彦博士が残したものだと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時各地で弔い写真を撮っていたようだ。彼は魂を残すことに執着したという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは、被写体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか。写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかはわからない。ただその言葉がこの写真のイメージと不思議と重なるのだ。はい。あの写真だ。なんかいる？あぶね。めっちゃ削られた。もう一個ある。破滅だとしたら、この山の水は美しい。それは水質の良さなどというものではない。山頂の湖から流れ落ちり、大量の水は川となり、滝となり、山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘、そして美しさの源泉だと感じる。日の神山周辺に伝わる伝承によると、かつてはこの山で死ぬことは正しいとされていたという。この山は文字通り霊山であり、山岳信仰の対象となっていた。日の神山信仰とは、人は死ぬ時にこの山の水に帰るという教えだと。それは山上高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰るのだ。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと返す。全ては水でつながっている。この風景を見ていると、ここが霊場とされ、そしてこの山で霊域か、この山で死ぬこと、水へと帰ることが正しいとされた理由も理解できる。ここに来てよかった。この山の世界観には死への同型がある。それはつまり、この山の水への同型であり、自然への同型でもあるのだ。生も死も水でつながっている。水ね。で、あの黒い水もなんか、だから意味があるってことよね。あぶね。けた。あの丸を真ん中に収めた方がいいのかな。あっちに扉、こっちにも扉、そしてここに、ノート。あぶねえ、回避。
霧にけぶる森で遠くに巫女たちの影を見た。厳かにゆっくりと山を登っていく。それは現実のものとは思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの霧の中に閉じ込められているのだろうか。まるで今ここで誰かが履き物をしていたようだ。この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へ返す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ死なぬまま水へと返すのだという。その柱となるのも巫女の役割だった。彼女らは死へと向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るとだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって終生を救済する即身仏という風習がある。即身仏となる僧は地中で経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。柱となった巫女たちは何を恐れ沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり常世や隠れ世と呼ばれる死後の世界がある場所について様々な教えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中つまり地面の下にあるというような概念的な教えもある。この山は水を御神体として祀るとともに、水の中に隠れ世がある、つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。ここに入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界が御神体である聖なる水に入ることを防いでいたのだ。特別な箱に入れるのは水の中で柱を生きながらえさせるためなのだろう。柱を流れさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、日の神山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいた者は死に耐性ができるとでも言うのだろうか。先生、何でしょう。この扉は開けることができないようだ。なるほどね。今一瞬なんかいなかった。ポーンって、あ、これか。フィルム、手出るなよ。オッケー。か。何もいない。特に何もいないね。いる、いるじゃん。どうする。まさか今の例、日の神山は死後を覚悟した者しか入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることを許されない死の山として人々から崇め恐れられていたらしい。山を訪れた者は山の麓にある巫女社を通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死す者かどうか入山は厳しく管理されていた。現在巫女社は宿として改築されている。その主人から当時の記録や資料を借り受けることができた。入山記録が残っている最後の年、
生きて山から出てきた人物が記録されている。麻生国彦、あれ麻生国彦、弔い写真を撮っていた彼は山に招かれて巫女の写真を撮影したらしい。異界の研究をしていた彼はその過程で特殊な写真機を開発したと聞く。その写真機で撮影した巫女の写真を見ることができれば日の神山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に招かれた者だけが入ることを許される屋敷。私もこの山に招かれているのであればそこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。あ、そうだ、麻生博士だね。部屋の中に霧がかかってきて様子がおかしい。早く外に出た方がいい。これボス戦じゃない？できれば外でボス戦にならないかな。ちょっとこの家の中戦いにくいわ。行けずに、あれどっちだっけ、この襖の中抜けていくんだっけ。箱あるし開いたし敵だし。あぶね、回避回避回避もできなかった。家の中がマジできついな。外のが戦いやすい。外に出たい。下がりながらフィルムを回復して攻撃。やばい、いけるか。オッケー。いやー、よかったぜ。触れる。やっとたどり着いた。これ本人の記憶だよね、渡来の。彼女が私を待っている。早く迎えに行かなくては。山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った。その小道はさらに奥に続いていたようだが、今は植物が生い茂り先へ進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ。
生きているのか。美しいと思った瞬間に契りは完成する。写真から愛のささやきが聞こえてくる。これは呪いの言葉だ。死後の恋。この場所に行かなければ。私は心中という言葉に心惹かれている。めっちゃあるな。カセットテープめちゃくちゃ手に入れたぞ。またなんかいるやん。何ステイン、キラーがいる。あ、あいつじゃねえか。ここで戦うのきちい。切られるぞ。外へ出る。ちょっとずつ外へ行こう。外に出れねえ、こっから。あ、危ねえ。どこ？見えない。どこにいる？本体はどこ？本体がいない。いた。うっそ。マジで初めて。ここは見た。で、そっか、回復しとけよかったな。出てこい。外へ向かっていって、ここが一番広いな。でそれでもやっぱり、あっちだ。気をつけろ。本体が映ってねえんだよ。ちょっと映ってないもんなのか。そうか、姿を消してるのか。気をつけろ。やばいって。回避はできなかったのか。早すぎて回避が間に合わねえな。どっち？もう出たり消えたり。触れられなかった。一瞬すぎるだろう。なんだよ。記憶見たかったのに。これ全部の記憶見ないといまいちよくわかんないよね。一瞬触れるって出てもすぐ消えちゃうから。
これ絶対電話鳴るパターンじゃないの？電話鳴らない？大丈夫？神山ケーブルカー。民族学者だったんでしょうか。ああ何が起きているんでしょう。わからない。榊さんはこの山にいるんでしょうか。民族学者多分ねー。せっかくだ、ケーブルカーを使おう。好きにさせてくれよ。どうやって行くのよ、これ、ケーブルカー。あ、もうやられた。なんか敵の攻撃力も上がってきてんだよね。やっぱもう本番始まったってことか。知らずの森前、ここに乗ると見せかけて反対から出れたりしない？一本のビデオを頼りに渡来邸へと向かった蓮。その途中、片城神社で白髪の少女に会う。それは蓮が舞を夢に見る少女だった。どうして持ってきてないの私の様子が、という言葉を残し少女は姿を消した。迷いがとなっていた渡来邸には日の神山信仰に関する多くの調査記録が残されていた。レンとルイが脱出した直後、渡来邸は霧の中へと消えていった。オッケー、でも B でしたね。次はまた小塚田優里だね。ちょっとで次は衣装を変えてみようかな。じゃあコスコーデ、パンクコーデはどんなの？あー、悪くねえ。パンクコーデでいっか、じゃあ次は。メイドカチューシャ。あー、なるほどね。白い指ってどんなの？買いすぎじゃないこれ。こういうこと？こっちはいいや。入れ墨って何？え？あ、これだよ。カチューシャもつけとくか。OK、じゃあ次回はこれでいくか。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の応援もよろしくお願いいたします。